名言から読み解く偉人伝。今回はジニリーヌジナについてお話ししたいと思います。えー、最近、このスポーツ選手シリーズが続いているんですけれども、いや、もう仕方がないんです。スポーツ選手シリーズはすごく再生数も伸びるんで、今回や、や、えー、前回ですかね前回、もうちょっと前か。初めてえー再生数100を伸ばし、えー、突破しました。ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。 ということで今回ジ人類の時短についてお話しするんですけれどもそんな時短の名言がこちらいつか皆さんも時短を忘れる日が来るでしょうその時こそまた素晴らしいサッカーの歴史が始まるいつか皆さんも時短を忘れる日が来るでしょうその時こそまた素晴らしいサッカーの歴史が始まるこれ引退間近の時に言った言葉なんですけれどもちょっとこれ聞いただけでも 鳥肌もんなんななでですすす。けれどもすごい選手なんですユベントス、イタリアのユベントスっていうチームがあるんですけれども、まあ、イタリアで今めちゃくちゃ強いチームなんですけれどもそこやレアル・マドリードなど、まあ、スペインのチームですね超一,一流のチームそしてフランス代表として活躍しましたで最後のワールドカップ2006年最後ワールドカップ出場したんですけれどもその決勝戦で頭突きをしてちょっと話題になった選手です でそのジダン選手どんな人かっていうと世界最優秀選手に贈られる賞やワールドカップヨーロッパ選手権トヨタカップ今ないんですけど懐かしいですねこのトヨタカップチャンピオンズリーグなど主要なタイトルを全て獲得している選手ですまた2003年までの過去50年間でヨーロッパのサッカー選手として最も優れた選手として選ばれた人でもあります で現在は、そのレアル・マドリードというスペインのチームの監督,て監督として、1年目からこのヨーロッパの強豪チームが集まる大会で優勝しました。そして連覇を達成して、なんと3連覇も達成しています。えー、サッカー知らない人で,でも、これだけ聞いてもちょっとすごいなと思うと思うんですけれども、そのジダンの選手、どんな人だったかっていうと、両親はアルジェリアの,の独立戦争が始まる少し前に、 パリに移住してきたベルベル人ですベベルベル人でこの時初めて聞いたんですけれども、まあ、このアルジェリア、まあ、アフリカの国ですねアフリカの国からフランスに移住してきましたでフランス代表ってさっき言ったんですけれどもフランスって結構あの植民地の問題とかもあってアフリカの人がいっぱいフランスの方に移住してくるんでよくあることなんですけれど移民っていうのはよくあることなんですけれどもまあ 一時期フランス代表の大半は移民だったっていうぐらい、もう移民はよく,よくある、普通にある、えー、出来事でした。でそんな時タ選手、サッカーを始めたのは5歳頃です。9歳の時には、地元クラブに入団すると、才能を認められてすぐキャプテンになりました。入ったばっかりなのに、いきなりキャプテンです。なんか周り、日本だったら周りからのなんか、あつれ引きとかありそうなんですけれども、まあまあ、ここでいきなりキャプテンになりました。 で16歳ではカルヌっていう、えー、フランスのチームですねフランスのチームとプロ契約をしましたそこから、えー、ボルドーっていうチームとか先ほどのユベントス先ほどのレアルマドリ・マドリードちょっと言いにくいですレアル・マドリードと世界一への階段を順調に上っていきました,でまたフランス 代表としても輝,き輝かしい成績を持っていて地元で行われた1998年フランスワールドカップあの日本が初めてワールドカップに出場した大会でもあるんですけれどもここでフランスは初優勝しましたそこの初優勝に大きく貢献していますで2004年には代表を引退するんですけれども翌年のドイツワールドカップ2005年のワールドカップ予選でフランスが予選をしそうになりますすると代表に なってくれもう一回復帰してくれっていうのを周りから要請されて復帰しましたこの時復帰を要請したのは監督やキャプテンはもちろんのこと当時のフランス大統領とかフランス大臣からも要請されましたなんか日本でいうとん,、ね、んか日本ではあんまり考えられないことなんですけれどもフランスの大統領はジダン選手にもう一回代表として頑張ってくれっていうのを言いました でそれで URL だけじゃなくって、まあ、もちろん結果も残しまして見事フランスチームをドイツとワールドカップの本戦へとチームを導きましたそして予選敗退の時期にあったフランスを本戦に導いただけではなくって本大会では見事準優勝しています、えー、予選落ちそうなチームをジダン選手が参加するだけで見事準優勝させるっていうもう素晴らしいこれだけ聞いてもすごいですよね で、しかし、試合終了間際で相手選手に頭突きをしてしまったことによって、次男選手は試合終了時にピッチに立つことはありませんでした。で、ちなみに、この当時のシラク大統領より、大統領、大統領、いいな。シラク大統領より、昨夜の試合では、たくさんの才能とプロフェッショナルリズムを見せてくれた。私はあなたが悲しみで失望していることを知っているか私はあなたが 非常えわっちゃ私があなたを非常に誇りに思っている勝利した時ではなくて難しい時もあなたの卓越したクオリティと素晴らしい投資によってこの国に名誉を与えてくれたっていう言葉を送ら,送られましたいやかっこいいですねなんかフランス人が言うとめっちゃかっこいい言葉なんですけれどもこんな言葉が送られましたでそんなフランスのみならず世界中を虜りこにしたデダンが言った名言が先ほどの「 いつか皆さんも時を忘れるる日が来るでしょうその時こそまた素晴らしいサッカーの歴史が始まる自分のことを忘れる日が来るでしょうとでそんな時は多分自分以外の新しいサッカー素晴らしいサッカー選手が出ていってサッカーの新しい歴史が始まっているっていうことをジダ選手が言ったんですけれども引退して10年以上経つんですけれども多くのサッカーファンはまたジダを忘れることができないようでした。 今回はこの辺でお別れです。どうもありがとうございました。